第1回吉本玉突き5玉王トーナメント、リアルに吉本で誰が一番ワンオンワン強いかを決定いたします。はい、絶対仕事増えますよね、勝ったらこれ。いや、知らんでも、はい、ちょっとバスケ仕事は増えると思うよ。今、俺のとこに集中してきてるバスケのイベント出演オファー、はい、俺があかんときはそこに振るよね。ルールは7点選手、オフェンスディフェンスは交代制、リバウンドはなし、シュート打ったら終わりでございます。はい、はい、シンプルにマジでガチでやります。よし、はい、もういけます。1番なんで、第1回戦、高畑さん VS ゴリラ。はい、では先攻後攻じゃんけんから参りましょう。はい、最初はグーじゃんけん、はい、成功です。オーケー。バスケは16年やってて、大学時代神奈川県の県選抜です。はい、田中さんは、パワーすごいけどあのテクニックないんで、その辺ついていきたいと思います。中高とやって、でそこからちょこちょこちょこってやってる感じで、まあ、多分もうゴリゴリに突っ込んでくると思うんで、まあ、でも僕もはいちょっとフィジカルには自信があるんで、そこでしっかり受け止めてディフェンスしたいなと。ディフェンスで勝つっていう。試合が始まります。試合開始です。吉本のセンター対決ですね、これは。うわー、すごいロール技術を見せますね、ゴリラ選手は。村岡君のスピンルーム、そうですね。宝田さんはね、筋肉に任せがちなんで、ナイスパワー。そう、ああなったらなったの、完全に終わりしたからだわ。すごい、すごいすごいすごい、すごい。前まで技術あったんですよ、彼は。いや、はい、和田さんマジで
ボロカス言われますよ多分やってる時。和田さん、得意技、得意技。そうそうそう、あ、うまいな。うわうわうわ、来た。あ、終了。フランカゴリラの勝利。勝ちました。ちょっと体力使いすぎたけど次も勝ちます。単純に技術不足です。なんて技術不足です。あ、技術不足ね。すいません、牛乳不足ですって言うたから。すいません。風見鳥古家 VS、コンビ何だっけ。ブラゴーリです。ブラゴーリの鈴木大輔、はい。さあ、それでは先行高校ジャンキーから参りましょう。最初はグッジャンキーポイ、はい、こっしょ、よし。さあ、結構この本命対決かもしれませんので、ではどちらを先行で。そうですね、いやもう自信しかないです、はい。今までのバスケ経歴を教えてください。バスケは中学校で県選抜候補まで僕は残りまして、高校もバスケ部で副キャプテンをやりまして、大学でもバスケットやってました。得意技はこの体格からはイメージできないドリブルスキルです。ドリブルスキル、はい。バスケ経歴は、10年です。はい、最高経歴は福岡県のベスト3です、はい。僕得意技はディフェンスが得意なんで、今日はもうバチ止めしてやろうかと、はい。これマジ優勝候補2人、ちゃんとバスケが上手い。いけいけ、お願いします。おっ、うわっ、大ちゃん今日このためにバッシュ買い替えてきてるんで、バッシュ買い替えてきた。あのバッシュのことちょっと MSN の保田さん聞きますか。はい、新しいね、サージシリーズが来ましたよ。ノバの、ノバ、これね、アシックスさんめちゃくちゃ本気です。つい、耐久性に優れたものになってる。なるほど。でも大ちゃんのプレゼントめちゃくちゃ熱い。なるほどね。おろすね。パフォーマンス最高です。最高だよ。エネルギーってのはおろしたてが一番いい。そういうことか。NBA 選手がやっぱそうです。そうなんです。なるほど。変えるやつ。危ない。だからよくさ、踏んだりするね。いや、めっちゃ面白そうですね。あんま関わりないんだね。キック、キック、キック、キックですけど、キックなんで。キック、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 大ちゃんの悪いところはなんかすぐ外に逃げがち。なんか無理に外で打とうとする。でも突破力があるから。突破力があるから。ほら、やった、ドリブル。埼玉県の県代表候補ぐらいまで。
かった強かったムカつくムカつく嫌い古い家のこと嫌い大嫌いこれ入ったらやばいマジで芸能人だと思います皆様、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てねー。